イメラジオ第四千二百九十五回。今日は令和四年十一月二十日日曜日です。時刻は午前十一時半、横浜港北。曇った朝となりました。気温は上がっていません。前の森も。ますます色づく。そんなお天気ですね。 曇りの日曜日リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はオンラインの授業が4個もある割とハードな日曜日なんですがオンライン授業の合間を縫って夢ラジオの放送をしましょう2千四4 2 9 5回目今回は「目今回は「 谷議員が銀行問題を提起こんなタイトルでお話ししましょう。谷議員が銀行問題を提起参政党の神谷議員が財政金融委員会国会ですねの中で質問神谷さんの国会での質問というのは ポイントを押さえていて見るべきものがあるそういう立場からイメラジオではご紹介していますで今回銀行問題に神谷さんが切り込んだこんなお話をしましょう1998年ですからもう今から24年前日本長期進 日本長期信用銀行長銀って言ってましたねが乱脈融資で破綻ちょうどあの頃は山一証券の破綻北海道拓殖銀行の破綻等が話題になってた頃です1997年から8年にかけてまあバブルのつけが こんんな時に回ってきたんですねであの時公的資金を投入して銀行を救うのはおかしいと銀行が乱脈融資をしてその結果行き詰まった時になんで税金でケツ持ちしなきゃいけないんだとそういう声が広がりで そういうい銀行をに公的資金で救ってはいけないという法律までできてで結局長銀は破綻その後破綻した長銀を外資が10億円というもうありえない安い価格で買い取ってまあハゲタカですねそして新生銀行としてよみがえらせ 売っただから儲かったのは外資なんですよ。バブルが崩壊して日本経済の株も不動産もものすごく下がったときにそれを買っていったのは外資です。でその外資が値上がりしてきたときに売って儲けた。ただしこれは別に悪いことでは全くありません。だって値段低いときに 買っっってくれるる人ががいいななかかたらもっと下がるじゃないですかしかもマーケットの行動原理として安くなったものは買う高くなったものは売るというのは当たり前のことで日本人がそれをやらないから外資がやったただそれだけのことです。とはいえあのバブル崩壊そして銀行が破綻でその銀行がまた 銀行が破綻っていっても預金者のお金は守られるしその銀行そのものがなくなったりもしません。現にに銀銀は新生銀行に変わってます、ね、でその破綻するから外資が買っていくんだとで外資だけが儲かるんだとで日本人の富が流れていったいやそれはその通りです。 あの時、超銀を買って新生銀行に生まれ変わらせて売り切った外資はボロ儲けでしょう。でそういうことをさせないように実は公的資金入れていいんじゃないのか破綻させないように銀行を救ってあげていいんじゃないのかこれがね今回の神谷さんが取り上げたあの銀行問題に関する提起なんですよ。つまりあそこで あの議員立法による法律ができてで安易な公的資金による救済は銀行に対してしないそれは銀行のモラルハザードを防ぐ確かに80年代の乱脈融資はひどかったそのモラルハザードを防ぐという意味はあったかもしれないがけれどこれが銀行に対して もう逆の作用をして貸さないと乱脈融資しないのはいいんだけど今度は貸さないと銀行がリスクテイキングしないとそれが問題なんじゃないのかいやこれもいいこと言ってるつまり銀行がリスクテイキングしないからあのいくら緩和しても日銀の当座預金の 預金残高が増えるだけで市中にお金が回っていかない全くその通りです神谷さん言う通りですよですすよからむしろ銀行にリスクテイキングさせるためにはつまり銀行が持っているお金を市中に流すある程度の余震をしようと銀行に思わせるためにはこのかつての乱脈融資を戒めるための銀行に対する縛りを解いた方がいいんじゃないのか。 これはいい指摘ですねただしまあそれに対してその神谷さんの言葉に対して財務大臣はですねあの頃のつまり98年の,あの財務省のやり方が正しかったまあ財務大臣はそう言うでしょうね自分とは全く関係のない20年ぐらい前の先輩のことを今更否定することなんかできるわけないあれはあれでよかったんだと。 ただしまあ神谷さんの言ってることもまあ一理はあるので聞いておきましょうかというそういう姿勢でしたね。あと神谷さんはその後話を少し変えてやはり今も外資が銀行に影響力持ってんじゃないのかつまりここからあの選挙の頃言っていたあの勢力ですねもちろん国会ですから神谷さんはあの勢力とは言わないまでも。 その外資が銀行をまあ乗っ取って乗っ取ってというのは銀行の株主になってそしてその銀行からいろんな企業への支配力も強めてるんじゃないのか要するに銀行は企業にお金を貸す立場にありますからその銀行に外資が影響力を持てば間接的ながら 日本の企業に外資が影響力を持てるようになるんじゃないかそれこそが国際金融資本の悪だくみじゃないのか、まあ、もちろんあの国際金融資本の悪だくみとは神谷さんは言ってませんよあの国会の場ですからあの勢力とも言ってませんが参、まあ、政党が選挙の期間言ってた本でも書いてたことはそれでとうとう神谷さんがそれについて質問をし始めたそうするとあの局長 というあの三菱 UFJ 銀行に対する外資の割合は33%これ株主割合ね三井住友銀行は34%でみずほ銀行に対しては24%数字を上げていましたあと単独の株主としては5%を超える株主はいないそして 金融庁としてはその銀行に対する大株主たって5%を超えてなくてもに対しては非常にあの監督をしているから大丈夫だみたいなそういう答弁やってましたね。銀行,この銀行に外資が影響力を持つ。 だから33%ら三菱 UFJ34% ー三井住友三ずほは少し下がって24%だけどこれぐらいはもう日本の銀行に外資が影響力を持ってるあるいは日本人の名前でも株主がねひょっとしたら外資かもしれないというわけでこの金融が外資に握られそしてちょうど神谷さんが指摘するようにその銀行が企業にお金を貸すわけですから。 その銀行にグリップをね獲得したつまり支配権を獲得した外資が銀行経由で企業にあの圧かけることもあるんじゃないのかもちろん金融庁としてはさまざまな認可を義務づけているとかあるいはあの監督はしっかりやってるとか。あの 取り消すこともあるとと認可を取り消すこともある等のいろろい言ってました銀行資本主義社会ではこの銀行が中心経済の中心でありある意味社会の中心そこに外資が入ることによって外資の間接侵略が行われるこのことへの 警鐘を上谷議員が鳴らしたこの意義は大きいですよ国会で銀行問題が語られるまあ私も国会全部見てるわけではないんですけどほとんど聞いたことはない国会といえばそれこそ森りかけとかあるいは最近だと統一協会とかああいうお話で周知するまあしょうもない場所だそんなイメージあったんですけどその銀行問題 神谷さんが定期。これは素晴らしいことです。そして質問も的確。おそらく参政党にブレインがいることでしょう。あるいは当主、松田当主もまあ、財務官僚ということで、神谷さんに知恵つけてるのは松田さんなのかもしれません。その辺のチームワークはの詳しいとこまでは私には分かりません。 国会議員にななったとししてもも結局何もしない特に規制政党はそうだ。に対して一人しかいないからこそ頑張らないとという感じで神谷議員の国会での活躍神谷さんはこれ以外にも参政党の事務局長としてそれこそあっちこっちを飛び回っていてプライベートがないとか。 八面六臂の活躍イメラジオでは参政党について批判する場合も多いんですがそれは批判すべき理由があるからしてるんであって今回みたいにきっちりやるべき仕事をやるその時にはちゃんと評価いたします。今回の今回だけじゃないこの臨時国会における神谷議員の 国会でのの活躍は目を見張るるものがあるだからこれ政治見る目がある人はちゃんと見てるでしょうからあの参政党に着目してる人は多いと思いますよ専門家でね一方 NHK 党ガーシーいまだ国会に登員すらしないガーシー法が炸裂もしないこの差は歴然でしょうイメラジオ今回は神谷議員についてお話ししました 日曜日のお昼です。